お疲れ様スラットです。今日なんですけども、バランス調整の悩みが発表されましたということで、そちらちょっとね話していきたいと思います。まあ、今シーズン残り7日あるんですけど、まあ、7日経てば、まあ、シーズンが終われば環境が変わるということで、よいしょ、こちらですね。はい、ツイッターでキールさんという方がねまとめてくださってるんですけども、詳しい内容が出ましたね。まあ、今日は軽く触れつつ、実際ねバランス調整が来たらまた動画出していこうかなと思います。まあ、現環境強いゴルナイとか、まだエレジャイとかねしっかり下方されますね。でエレジャイの下方がねタワーへの、 カウンターのダメージが下がるだけなので、まあ、相手のユニットとかへの溶かしとかは変わんないっていうので、まあまだ強そうかなみたいな。はい、で最近ちょっとね活躍の場面が少なかったメガナイとかね強化されたりだとか、まあ、ファルチェとかアイゴルとか、まあ、その辺の強化はあんまり興味がないかなというところで、まあ、結構でかいところでエリゴレのなんかシステムが変わりますね。はい、倒した時のエリクサーの配り方が変わる。今までと回収量は同じですけども、大きいの倒すと1、ちっこいの倒すと 0.5、0.5、 さらに 0.5、0.5、0.5、0.5 みたいな感じで、でも謎に HP が上がるので、まあ、ちょっと危ない香りもしてるかなっちゅう、なんかこれ一歩間違えるとやばそうですけどね。はい、ちゅうことで、で他にでかい調整はファイボーかな。ノックバック効果が 1.8 マスから1マスでウッドと同じようなノックバックになります。短くなりますね。はい、なんで今まではファイボーだけでバルーンを守れてました。まあ、バカダメージ入りますけども、バルーン自体はタワーには届かないっていうのが届きます。はい、なのでこれからファイボーでバルーンを守れませんってことは、バルーン自体が来ます。はい、わかんない、エレジャイのね使用率がどれくらい減るかとかにもよるんですけども、まあ、エレジャイ減ればね、そのまま施設プラスのトルネードとかも減りますし、まあ、ファイボにも強くなると、もうバルーンがこう、ひょん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 飛びまくるんじゃないかな、みたいなことも、まあ、最近はちょっと弱かったんで、はい、まあ、全然、バルーン自体が来てもいいんじゃないかな、という感じかな。はい、まあ、正直、キョスケとか、ゴブリンドリルが今の環境、結構トップレベルで強いので、まあ、そこが加工されないのは、まあ、来シーズンもなんなら使い得かなということで、まあ、キョスケ、ゴブドリあたりは今使ってる方、使ってない方はレベル上げといても損はないかなと思います。まあ、一応これはね確定ではないんで、まあ、9割確定のあと残りちょっとはね視聴者の意見とかで、はい、変わるみたいなんで、まあ、もしかしたら、この後にキョスケの加工とかもね入ってくるかもしれませんということで、さあ、まあ、今シーズンとか、まあ、新シーズンか来シーズンか、はい、まあ、バルーンが強いと、そしてキョスケも今のままだとバカ強いと、まあ、いうことで、キョスケバルーンをね、やっていこうかなと思います。キョスケバルーンディガーの高回転な方ですね。で、これ月はね、ぶっちゃけ縦線でもいいです。縦線だと、まあ、守りが強くなりますね。はい、あとは流行りのゴブリンドリルとかに対しての受けも優秀かな。まあ、月だと高回転なので、まあ、使いやすいかな。はい、で、今回の相手はヒースプなんで、まあ、スパーキーか、エリポン。あ、でも、レイジなんで、スパちゃんですね。いや、スパーキーもね、最近多いですね。だから、スパーキーとか、ゴブドリとかの、やっぱ陸系のね、陸系最近すごい多いですね。だから、バルーンにも飛んでほしい。けど、バルーンはもうエレジェイ引くと、引いた瞬間ほぼ負け格とかでね、辛い環境してるので、まだなんとも言いにくいんですけども。さあ、俺はもう気をつけて蓋したいですね、しっかり。で、あのスパーキーちょっと嫌だよね、って思いながら、1個抜いて処理をしてあげたい。よいしょ、頑張れ。いや、でかい。さ、残ったのでバルーンとかいけるといいんですけども、まあ、バルーンのコストがないのでリガーだけでいいでしょう。まあ、スパーキーは、まあ、基本低めハンターと、真ん中トリトンと端前キョスケが理想かな。さあ、相手これ対空エレキとさ、もう1個はメガゴのパターンと陸のパターンがあるんですよね。陸だとバルーン終わりです。いやー、さすがに一旦守るか。まあ飛ばしてもいいけど、一旦飛ばすか。はい、これで何も防衛カードが出てくず、フルぶっぱされて守れないやつだ俺。これあるあるだな、これマジで。さ、攻めない方が良かったっていうパターンになりそうだけど、気合で、おお、これはでもやばい。キョスケもう一回耐えろ。やばいやばい、これマジで絶対こうなるから、あの逆再攻めない方がいいんですよ。でも耐えれたら話が変わる。
ぬっなー耐えれないかいって、まあ、耐えれないならもう逆転は攻めずに守ればよかったですね。まあさあ相手と形組んでくるだけなんで真ん中リーバーも安い。うわうまい、なにそれ。さあ低めハンターと他で守って相手が対空でも今回エレキだけじゃない、これエリババダックリなんで対空いないんじゃない。残れ、でかい。残ったらもうエレキいない時にバルーン行くだけなんですけども、よいしょ。さあ低めハンターですね、結局好きに打った。ユキで延命してあげて、いやいい流れや、これバルーンディガこれ結構いってもいい流れっすね。まあバルーンだけでいっか、これエッキが安くないだし。うわーいいザップ、いやでもハンター残ってる。よし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 、あとはもうチマチマやってこい、チマ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 やってこい、チマチマやって、エリババがあれちょっと嫌だよ、スケに一回打たしたいっす。おっ、スケに一回打たしたい。おここさえ、えエレキチレバルンコが届かんの。いやー全然届かん、相手の防衛がうまいっすよねマジで。まあ、エレキだけっつってもエレキがいるんですよ、エレキは強い。さあ言うて俺も守りは硬いのでハンター最強、一旦 D が浮き逃げに。うん、怖い、怖すぎる、なにこれ、やばい、もうダメージ負けてるよ。おバルーンのバカ届けばさ、おっバルーン届くんじゃね、俺どけ、道を開けろ、ナイス、頼むお願い、一発マジでお願い。うわー危なすぎー、てかきついきつすぎる。なんかね、ディガーだったかな、なんかディガーの枠が LSP みたいな方も一応あったんですよ。そうディガーがないんですよ、その代わりもうスケ LSP 超高回転でバルーンめちゃくちゃ攻めるみたいなのもあって、それだとまあスパーキーに対しては強くなったりとかもするんですけども、まああと施設とかか、まあでもディガーがないと最後の削りがなかったりだとかもきつくなるので、まあどっちがいいって言われるとまあ使いやすい方とかになっちゃうんですけども、まあディガー持ってないよっていう方とかね、どうしてもスパーキーだけは俺は勝ちたいねんっていう方とかいれば、まあディガーをねLSP とかにしてもいいと思います。よいしょ、まあ空とかでも強くなりますよね、ハンターコウモリスケ LSP 雪、ハンターコウモリスケ LSP 雪、無限対空もできるんで結構中身はねいじれるデッキだと思いますね。このアッサンコウモリプリンスタップあまり見ないデッキです。なんやろね、まあ一旦暇なんでディガーで戦っていく。さあメガニート来たね、おー、メガナイトドリルか。いやー、これ、雪打って、キョスケ残ってほしいな、できるだけ。いっぱい残ってほしいな。さあ、プリンスがいたっすね。だからプリンスしかいないっていう考えもできる。いやー、でかいな、これ。これさ、バルーン行ったら、あいつ体育いいのかな？コウモリと、まあもう一枚さすがにいるかな、さすがにもう一枚いるかなと思って、まだ無茶はいいですよ。まあ最近もうほんと待遇が少ないデッキばっかなんでね、圧着位だけとか
さっきみたいなエレキだけとか、今回もしかしたらコウモリだけみたいな、いや体育全然おらんやんちゅう。もうその分ね、陸でご利用しちまえばいいっちゅう環境なんだよ。さあ痛いけどここでコストを節約してカウンターに、わあスノーボールブレイクうまい。お釣れてない、これマジででかい。おコウモリは、コウモリどこ、コウモリ、コウモリ全然出てこいやん、あんなに構えたのに。さあ一発メガナイトボールブレイクのドリル型ですね。いやこの一発がね、やっぱバルーンのロマンというかね、いいところですよ。絶対こっち来るよ。よし、でこれはメガナイトオールブレイカーはタワー入ってもいいので、さあ許容してやっていく。いやいいね、このバルーン一発入るとな、もう一気に持っていく感じがね気持ちいいですね。ちょっと前に下方受けましたけど、やっぱ施設の突破がすごい難しくなって、最近だともうエレジェイが行ってより施設も多いので環境やっぱキツキツなんでね、来シーズンはものすごい前そうな気もしますが、どうでしょうか。さあこれなんて読んだろうな、もう合体しすぎやろ名前が。さあ基本序盤はまあディガーで削って、まあなんかカウンターいけそうだったらバルーンつけてリガポーンかな。さあエレジャイの香り、あこれエレジャイきついね、この一気さては。エレジャイが加工されると熱いですけど、よいしょ、スーパーノックマック、ノックバックでエレジャイですね、もうゴリゴリのバイスピもいて、ゴリゴリエレジャイだ。いやこれ耐えれるかな、トリトンがまあ一応あるんですけど、マジ一応って感じですね。まあ今日スクレー止めて頑張ってハンターで溶かそうか。おおそっちに来んのか、いやこれはもう攻めちゃいたいね。よいしょ、いやディガーだったかなこれ、頼む気をつけろ、爆入ってくれ頼む。いや入ってる入ってるけど、ちょっとちっこいかでダメージ。いやでも意外とハンター頑張る、もうちょっといけ、もうちょっといけ。さあエレジャイが痛い、エレジャイが痛いけど1000まで行けばギリ1本折れそうな気もするけど、ヤンキーバルンディガーからの、2周目プラン行きたいですね。おあるぞこれ、ゴールに許容しなきゃよかった。いや入りすぎ、入りすぎがちで、ゴールにマジで結構入るかな、 HP 加工言っても加工足んねえぜっちゅう。おーライト打ってくんね、ちょっとチャンスじゃねえのか。いやインドラ、インドラハゲるね。
いやきつい、LG 止まんなかったっすね。さあ、まあ、この LG が来シーズン減ってくれるとバルーンも可能性あるかなっちゅう話ですよね。結局いやでも LG バカ強いな。さては下方されるものの結局タワーへのダメージが下がるだけなんで、カウンターの下方になってない説があるっすね。これ結局ユニットね、ハンターとか、まあ、何で守ってもミニペイレジャイとかエリーババとかで守っても結局カウンターのダメージ受けちゃうんで、さあ僕のユニットいなくなってね結局ダメージ入るから、そう考えたらさては全然下方になってないエリジャイめちゃんこ強い説ない。これあれなんか相手終わりそうじゃね。あ、終わりました。はい、タイプないです。大体エレキとマジアチュ使ったんで、グッドゲーム。さあ洒落た攻めをさしてくれよ。よいしょ、橋前京介。あー、これ相手の絶望が、はい、決まってくる。さあ京介もね、すごいことによってさあ京介が受けれず、バルーンも受けれず、かわいそうに。グッドゲーム。これなんだこれ。さあ今ぐらいね楽に勝てるといいんですけどね。まあなんか京介ハンターとか京介トリトンで形組んでるとまあそんなことがよくありますかね。はい、最強 AA めっちゃ強そうな人来たんだけど、さては最強、さあボンバーエレジャイやないかいっつって、わかんない、ゴレの可能性もあるけど、まあゴレかエレジャイかなーっちゅう顔してるっすよね今んとこ。弱プリボンバーでしょ。いやゴレかエレジャイだな。さあまあ最後に試合来たら巨半で溶かしたいね。巨半でまあぶっちゃけこれトリトンでキング起動すればいいだけなんで、おお、まあいっか、これキング起動できなくても1回目は仕留めるとこにシフトする。え、ミニペツえ、あ、うちのハンターが行かれた。これ取れないのかな。ありそう。あー、ありますね。おい、腕が長いって、お主。さあダクプリダクね、メガコンちょっと特殊な方な気がしますね。さあまあミニペダクプリがちょっとどころじゃなく非常に嫌ですけど、これキング起動もうできねえかな、こうなったら。まあ体育がメガゴだけっぽいんで、お、ボンバー仕留めるっていうか、さあマストでキョスケいっぱい出してあげて、もうキョスケで攻めるんだよ。キョスケで、まあ、ハンターがガチでミリー残ってる。さあ後ろに下がってらっしゃい、バカで散ってちょうだい。うわー、美しい。さあこれは相手も見るしかできない。最強トリトン、いや気持ちいいなこれ、バルーンバカね。さあちゅうことで綺麗な防衛をね、だからトリトンでゴルレとかさ、ほらちゃっちゃね、キンキドしたいですけども、やっぱトルネード持ってるとね、リスクもあって、
それで一発大ダメージ受けるとかもあるんで、まあ無理にしなくてもいいですね、今みたいな感じで。そう、きつそうだったら普通に守って普通に戦ってもいいかなと思います。さあ、ということでこちらのキョスケバルーンですね、まあ来シーズンのバランス調整がまだ 100% 確定ではないんですけども、キョスケは強いですし、まあバルーンのね時代もまあほんとちょっと来そうな香りもしてますんで、ぜひねこちらのバルーン皆さんもやってみてください。チャンネル高評価もお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。